はい、それでは意味集約における相対的特徴を考慮した評価視点の構造化の評価を、自然言語処理研究室の学部4年勝田明宏が行います。まず概要ですが、まず目的が、レビュー商品のレビューからその商品の特徴を捉えた評価視点というのを、まあ、自動で得たいというのが目的で、でそれに対してその評価視点の意表記というのがそのランキングで、特徴を抽出するのに悪影響を及ぼすというのが ありまして、でそれを抑えるためにクラスタリングでそのランキング補正をするといったようなことをして、結果的には平均適合率を向上することができましたと。そしてまたそれとは別で、特徴を考慮したスコア関数というのを、まあ、提案して、よりそのレビューの商品の特徴を捉えた評価視点というのを得るということがという内容でした。でまずはじめに、レビューから評価視点を取るということですが、例えば、まあ、デジカメっていう商品買った時にそのレビューで、まあ、画質が良かったとか、まあ、解像度がいいといったようなもので、まあ、そういうの画質とか解像度っていうのがその評価視点というもので、まあ、それが、どれだけ肯定文がどれだけ文章があったかっていうようなものを、まあ、数えるといったものになります。でもそれが、まあ、この先行研究として以下に挙げるようなものですでに、まあ、行われて いました。そしてで、まあ、スコア関数、評価指標のスコア関数としてまず記号の定義としてはこのように、まあ、O が評価対象の集合で R がその評価対象の商品のレビューの集合で、そのレビューの中でまた、V が系列、まあ、下がこれが例になるんですけど、そのレビューの中から評価視点というものを抽出して、で U がその V から異なる要素を消したものですね。で、その関数がこの、LLR というものなんですけど、計算の仕方としては、まず、W と T というのを、まあ確率関数というのをこれ、まあ、出して、でそれがここで、独立、この W と T が独立している場合のその V のそれぞれの V の確率というのと、独立じゃない依存関係、相関があるというふうに仮定して、確率を求めた時の費用ログで取ったものですね。でこれで計算すると、この W と T というのが依存関係が高いほど値が大きくなるというもので、で依存関係が高いってことはそれはその評価視点がその商品に対して依存が高いってことはそれだけその視点に、その商品の特徴を表すものが出てくるというふうに、まあ、考えることができます。そしてでその、意表記の問題に対してランキングを補正する手法ですが、まず、手法2つの方法を用いて、まず最初にその視点に対してクラスタリングを行って、でまとめてからそのランキングするという方法と、まずランキングとクラスタリングを別々に行って、そのランキングに対してそのクラスタリングした結果で補正をかけるというもので、でこの式がそのこっちの事後処理法の行う時の処理になります。でクラスタリングを行う時に類似度を計算する
のに、3種類の方法を用いており、まずソーラスを用いて共通濃度の最大深さの最大値を、その単語間の類似度とする方法と、表層文字列っていうので、その2つの単語がどれだけの最長の共通文字列を見て計算する方法と、あとは文脈なんで前後あその単語の前後の単語 を何個かを見てそのベクトルをで類似度を計算するという手法で、今回はその3つの3つをまと統合してそのそれぞれで最大値あそのマックスを取ってその単語の、類似度としていました。でそれで評価実験でまず条件ですが、楽天トラベルの宿泊施設の11施設でそれぞれに100レビューずつ持ってくると。でそのレビューから人手で評価視点とそこからどれが特徴あその、まあ、今回施設なんでその施設がを表す視点というのを、まあ、抽出してそれを評価データ、まあ、正解というふうにしました。で実際に人手で取ったものが約1つの施設で平均101個で特徴的だというのは平均が 12.1 個でした。でまずその LLR そのスコア関数の評価を行うのに、まずこの評価の時点では、クラスタリングは行わずに純粋にただ計算したものですね。でマップ指標で、それぞれの、今回、TF と TF-IDF との比較を行っています。で、マップ指標、マップを計算すると、LLR が一番高いということが分かって、で実それで実際にスコアの上位に来るものっていうのをそれぞれ上げてみると、この表の、下線、線が引いてあるやつがその人手で、特徴的な視点というのふうにつけたもので、TF では太陽とパン上のこれでは太陽とパンが、特徴的っていうので2つしかなくて、で TFIDF だと4つに増えて、で LLR だと全部が特徴的であるっていうのを抽出することができています。で、そうですね。で、B と C も見ていくとやっぱり LLR っていうのが一番特徴のあるものを、上に持ってこれているっていうふうに、見ることができて、でただ今回表記は考慮しないので、朝食とのパンやパンっていうのが、別々の単語として出てきていると、このままでは。で次にクラスタリングで、クラスタリングでも単連結法や完全連結法とあと群平均法の3つを試してした結果が結果で、こっち側は異表記を考慮する場合の事前さっきの事前なので、クラスタリングした後にランキングしたもので、こっちが、クラスタリングとランキングを別々で行ってでランキングの補正を行ったものですね。で、で特に、これで基本的にはなんだっけな、こういう結果が出ました。で実際にそれで群平均法で、がいいというふうな結果になって、で群平均法で、クラスタリングをした結果が、朝食のパンやクロワッサンといったようなものが一つにまとめられて、上に全部押し上げられるというふうな形で出力することができたり、他もこういうふうに、
特徴的なものっていうのがちゃんと上の方に規定で同じもの、あ、似たようなものがちゃんとクラスタリングで一つにまとめられているというふうに、まあ、出力することができた、できましたと。で、で最後にあのその類似度を計算するときに3つを、まあのうちのマックスを取ったんですけど、まあ、それもそれぞれ一つずつで分けてやってみると、まあ、このような結果になって、で、この線がそれ全部統合したやつで、まあ、一応統合すると一番いい結果が出たというふうに、まあ、な結果になりました。で、一応そのこの表がそれぞれの手法で、まあ、クラスタリングすることができた例になります。ちょっと丸が、あ、まあ、見えますかね、まあ、思想ラスで、まあ、上の3つができて、で、まあ、まあ、ここら辺だともう文字のあれですね、基本、まあ、表記揺れみたいなものとか、ただまあ男性スタッフと女性スタッフ、まあ、スタッフ、まあ、そうですね、まあ、宿泊施設なら別にあんまり男性と女性で分けることも必要もないんで、多分、まあ、あんまり気にしなくていいので、まあ、割といい感じにまとめることができています。で、はい、今回の実験は以上になります。ありがとうございます。